遠藤玄六遠藤玄六から1971年5月13日は、日本の海軍文官、法制官僚、法学者、行政裁判所長官、数密顧問官、明治大学教授、法学博士、郷、巨州、宮城県栗原郡、後の白旗村で、遠藤左源寺の三男として生まれる。第一高等学校を経て、1900年7月、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業し、同大学院に進む。1900年8月、海軍省に入省し、首里守保、東京軍法会議府に就任。同年11月、軍艦高等試験に合格。以後、海軍省参事官、県道司法局、県海軍大学校教官、大本営府佐世保捕獲新研所表状官。 県海軍経理学校教官などを歴任。この間、明治大学講師を務め、1908年1月15日に法学博士号を取得した。1913年6月、行政裁判所表状官に就任。以後、食卓海軍大学校教授、食卓陸軍大学校教授、県法制局参事官、臨時法制審議会幹事。 行政裁判所部長などを務め、1942年9月、行政裁判所長官に就任した。その後、議定官を務め、1946年3月19日に、数密顧問官となり、1947年5月2日の、数密院廃止まで在任した。1948年5月から1959年3月まで、明治大学教授を務め定年となり、 同大名誉教授となった。ありがとうございます。